저는아야나입니다はい、今日はですね、なんとあのパラサイトでめちゃくちゃ有名になってた、てか知らなかったけど、私は有名になってることも知らなかったから今更って感じだと思うんだよね、みんなは。それぐらいなんかすごい流行ったらしいんだよ。そもそも私公開してから多分ね、めちゃくちゃ経ってからパラサイト見たから、もうそもそも時代遅れっていうことは十分に分かってるんだけど、どうしてもあの茶色のぐちゃぐちゃのベタベタのラーメンみたいなやつが作りたくて、それを調べたの。パラサイト茶色い麺みたいな、普通に知らなかったから調べたら、もうめっちゃやってて、チャパグリっていうらしいんだけどさ、それをみんながやってたから、あ、もう私も動画にしようと思って、今回、そちらのチャパグリを作りたいと思います！イェーイ！ということでですね、今回使うのが、調べて出てきたんですけど、このノグリっていう、こっちがね、多分なんかラーメンみたいな、ちょっと辛いラーメンみたいなやつで、でこっちが、チャパゲッティという、韓国のスパゲッティみたいな、感じらしいんですよね。なんかどういう味なのか全く私は想像ついてないんだけど、なんかこれとこれをこうフュージョンさせるらしいんだよ。むずっ。やばい、肉を買い忘れたから、肉あったよね、あれ牛肉みたいなのをこう上に乗せてたんだよね。だから急遽ウーバーイーツでいきなりステーキ頼みます。それをカットして上に乗せるというね、せこい方法を使っていきたいと思います。パラサイトね、見た人わかると思うんだけど、そのチャパグリを作るあのシーンってめちゃくちゃ記憶に残るんだよね。私ウー君のトミーと見たんだけどね、チャパグリ、あ、チャパグリじゃない、パラサイトなんかちょっとアダルトなシーンがあるわけですよ、大人の。その時に私は芝居でトミーの方向いて、ミンのプレミアシートみたいに座ってたから、トミーがここの仕切りをね、で、真顔で閉めてくんだけど、私がこうやって、こうやって開けて、それで閉めて、とか言って、やってたっていう、その状況。そもそも、チャパグリとは、韓国を代表するインスタントラーメン、チャパゲティとノグリを掛け合わせた料理。それぞれの商品名の一部を取って、チャパグリと呼ばれています。へぇー。まず鍋にたっぷりのお湯を沸騰させましょう。君とのラブストーリー。それは予想通り。パラサイト超面白くない？すごい楽しかった、私あれ。もう面白すぎてもう一回見たい。てか私、なんかよくいるじゃないですか。なんか君の名はもう4回見たとか、もう3回ぐらい映画館行ったみたいなこと言う人いるじゃん。それやったことないの、一回も。それをやる人の気持ちがちょっとわかんなくて、同じ映画を2回見に行ったことない。ない気がする。あ、アナ雪だけは、仕事で1回見に行って、あとミキポン、ポンスと見に行ったけど、同じ映画を見たことがないけど、本当にパラサイトはマジでもう一回見たいって今思ってる。じゃあ、沸騰するのを待ちましょう。さあさあ、そろそろお湯が沸けてきたんじゃないんですか？で、なんか今作り方見てるんですけど、本当は5分茹でるんだけど、4分半で引き上げて、で、その後、粉と、こう、調合しながら混ぜてって、こう、炒める時間があるから、ちょっと早めに引き上げるみたいですね。早速麺を開けていきたいと思います。まず、チャパゲッティの方。太麺だね。こういう感じですね。ノグリ。もうほんと同じ感じだわ。麺の太さは。少しだけ、チャパゲッティの麺の方が、黄色っぽいなって感じ。はい。麺を入れて、4分半茹でます。はい、茹でます、茹でます。はい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 、オッケーオッケー。途中箸を使って麺をほぐしながらムラができないように茹でていきます。で、本当はこれ牛肉自分で買ってる人は、だからほぼ自分で買ってる人がほとんどと思うんだけど、これをやってる間にこっちで牛肉を炒めるっていうのが効率的だね。あ、待って、やばいやばい、なんか入れるっぽい。これこれだ、これなんか入れるっぽいわ。これ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 入れる。早くも一緒に入れて絶対茹でてくださいってなってます。4分半測ってね、やばい、待って、うわ、何分だっかな今、何分、どうしよう。まああと2分くらいかな、噛んでいこう。はい、いきます。あー、でもすっごいいい匂いする、やばい。なんか、あ、久しぶりにインスタント麺なんて茹でたから、チキンラーメンとかの匂いというか、一人でさ、中学生の時こういうのを作ったなーって思い出。やばい、この時点でもういい匂い。あー、楽しみー。こんな楽しいことある？しかも超簡単、この料理。料理って言わないしね、まず。ほら、ほら、同じこと鑑定あるよ、書いてあるよ。この段階ですでにいい香りが漂いますって、ほらね。同じこと言ってるでしょ？もうなんか行き過ぎちゃってる気がするんだけど、大丈夫？浴びたい、この風をずっと。そんなこんなで、あと30秒ぐらいですね。で、一旦、湯切りするんだけど、その湯切りする、した後に、鍋の中にちょっとだけ、お湯を取っとくみたいですね。火を止めて、湯切りします。湯切りするには、これだ。うわ、やば！超いい湯切り器ある。
リサ見てほら、湯切りするからもう早くこんなペラペラ喋ってる暇はなくて、これはね多分子供も超喜んで食べそうな気がする。まだ帰ってこないんだよな。火薬の部分もちゃんと残さずすくい切りましょう。私今日ねこのチャパフリ見た時になんか野菜入ってたら美味しそうだなと思っちゃって野菜を買ったんですけど、これは入れるのが正解なのかな。私的にはなんか入れた方が美味しそうと思っちゃうのでちょっと入れたいな。入れます。一袋だけちょっと入れてみようかな。ここからが肝心の味付けなんですが、粉末スープ、チャパゲッティとのぐり2袋分を丸々全部入れて、オリーブオイル、これは、チャパゲッティの付属品に入ってるんですね、このオリーブオイル、これを入れて茹で汁を加えて炒め合わせるってなってる。でこれがちょっと私の調べた情報によると、のぐりっていう方がちょっと辛いらしいので、私辛いのが少し苦手なので少なめにちょっと調整しながら味を見ながら作っていきたいと思います。あー入れちゃった、出たー、こういう感じの色だった、やばい。なんかね焼きそばの上位互換みたいな味し匂い。今私チャパゲッティ一袋とちょっと入れてのぐりをね、うわ辛そうなんだよねこののぐりが、調整半分ぐらい、一袋半分ぐらいしか入れてない。あっそ、あー終わった、焦げてる、待って、待って待って待って、やばいやばいやばい、強火すぎちゃったんだ、焦げちゃった少しだけ麺が、あー悲しい、もちゃってしてる今んとこ。これ箸で混ぜるのちょっと不正解かもしれない。てかまず鍋でやるのが不正解、もっとこうフライパンでファンファンってやりながらやればよかったのに、箸2本の力ではちょっと混ざりきらないこの麺のねボリューム感が結構すごいですね。これはちょっと待ってね、今ねいきなりステーキがねちょうどよく届いたんですよ、こちら、包丁でぶった切って入れていきます。はい、こちらサーロインステーキでしょうか、切っていきます。初めて作るものってわからん、もういいんじゃないこれで、なんか私いい気がしてきた。あとはね盛り付けよう、結構私野菜も入れたからなんかいい感じにめちゃめちゃ美味しそうなんだよね。あ美味しそう、肉こんな感じでいいんじゃないぽいじゃない、周りの皿を汚さないことが盛り付けの際のポイントですね。でお肉を一番上にこう乗せる感じでね。でもこれちょっと見た目、私野菜入れちゃったからマジジャパニーズ焼きそばって感じ。てか皿が焼きそばだからかな、すごい焼きそばに見えるんだけど、もういやもういいや。でもこれちょっと食べよう、じゃーん、できました。なんか作ってる時が一番高揚感がすごいあったんだけど、すごい今出来上がってみると美味しいのかわからないなっていう不安があります。いただきます。美味しいんだけど、味めっちゃ美味しいんだけど麺がめっちゃめっちゃ柔らかくなっちゃったなって感じ。うわー悔しい、もうちょっと、あーやっぱ茹でてる時間長かったんだ、数えてなかったもん、うん、ちょっと後でうーくんとポンスに作ってあげたいと思うのでまた続きは後で撮ります。はい、うーくんちゃーん、ちんやちんや、チャパグリをお昼に作ったので、パンさん、あんたまだパジャマなの？ということでね、チャパグリちょっと食べてくださいよ。いや確かに俺もねめっちゃ気になってたね。いやそうだよね、パラサイトの出てきたやつだから。マックをこうやってお盆みたいにする癖やめなさいよ。癖じゃない、あえてそうしてる。いただきます。いや見た目焼きそばだな、マジでそれな。うんうん、ピリ辛濃い味焼きそばって感じで、もう吸うものではない、めちゃめちゃ食べるもの。そう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 。おいしょみたいなもやもや。パラサイトのお父さんの真似。では分かるでしょ、このうめーって感じではないの分かる。まあインスタントですからね、うん、でも別に食いたい。ほんとこれからも食いたい、うん、あーちゃんさ早く家政婦雇いたい。いや、あの映画パラサイトを見ての感想が、あ、家政婦雇いたいっておかしいから違うんだって。どっちかというと雇いたくないになるはずなの。あんまネタバレできないですけど、うん、そういう感想が出てくる映画ではないと思う。うん、分かった。娘ちょっと可愛かった、可愛かった。なんだっけ名前、おっぱー、おっぱーせよーって言ってた。次男なんだっけ、
ノグリだっけ。ノグリじゃねえや。ノグリはスパゲッティの名前だ。なんだっけ。ダソンだ。ああ、でもめっちゃ面白かったよね。ね、マジ面白かった。何の歌それ。タニアップ。タニアップ？うん。かっこいい。ねえねえ、これ何食べてるの。これはね、チャパグリっていうの。食べたん。食べたん。ポンス、もうパンとおにぎり食べたじゃん。え、なんで。こないだ上がったサブチャンネルの企画で、ポンスがママにまあまあってずっと言うやつ、あれは実は台本でこういう風にしてねって言って、ポンスに初の台本を伝えたらできたんだよね。すごっ。っていうちょっとネタバレというか、ママがトイレ入ったらドアドンドンドンってやって、ママーって言ってねって言ったら、わかったってできたんだよね。やったんだ。そう、子役になろう。でも私ダンスやらせたいからな。子役って感じじゃないんだよな。ダンスとピアノができるちょっと有名な男の子になってほしい。ちょっとだね、ハリウッドスターだよ。あ、そっかそっか、間違えた。親バカじゃない今の会話。親妥当だよ。親妥当、確かに親なら妥当だ、そう思うのは。ということで、うーくんなんか知らない間にもう完璧完食してるので、これで終わりです。美味しかったですか。よかった、ちょうどいい。じゃあまた2回目のパラサイト見に行こうね。バイバーイ。ポッペペー。